モハンマド・バーゲル・ガーリー・イーバーフは、イランの政治家、学者、原国会議長、元テヘラン市長、公益判別会議議員、アジア市長フォーラムの創設者、初代議長、アフマディ・ネジャード大統領の退陣から、エブラーヒーム・ライスイーの台頭まで、イランにおける、保守派の次世代リーダーと目されていた。日本の報道機関では、ガリバーフと表記される。ホラーサーン出身。 タルビーアトモダレス大学卒、同大で、政治地理学博士号取得。イスラム革命防衛隊出身。2000年から2005年にかけて、内務省警察軍司令官。2005年の大統領選挙に出馬するも、第1回投票で5位に終わり落選した。大統領選挙後の2005年9月4日、大統領に選出されたアフマディ・ネジャードに代わって、テヘラン市長に就任。 2006年12月の地方議会選では、アフマディー・ネジャード大統領派が惨敗したのに対し、ガーリー・バーフ市長派は圧勝した。しかし2009年の大統領選での再出馬はならなかった。2013年6月のイラン大統領選挙に立候補、同月14日に行われた第一回投票で677,292票を獲得しにとなるが、 1>, 1位のハサンド・オ・ハーニーが決選投票なしで当選するのに必要な過半数の票を獲得したために落選となった。2017年の大統領選挙にも立候補し、4月20日、ガーリー・バーフのほか、現職のロー・ハーニー大統領や保守教候補の対抗候補、エブラーヒーム・ライイースイーを含む6人の候補者が正式に選挙参加資格を認められた。 しかし選挙戦の終盤、ガーリー・バーフは大統領選を辞退すると同時にライー・ス・イーへの全面的な支持を表明し、自身を支持する有権者たちにライー・ス・イーを支持するよう働きかけた。こうして保守派の票をライー・ス・イーに一本化しようと試みたにもかかわらず、選挙の結果は前回と同様にロー・ハーニーの勝利で終わった。年に行われた国会議員選挙に、 ベヘラン選挙区から立候補し最多得票となる1265,287票を獲得した。同年5月国会議長に選出された。2021年の大統領選挙に立候補したが、ご県評議会による審査で大統領選への出馬を却下された。ありがとうございます。